今日は今月の初めにですね、私がちょっと旅行したという話から始めます。まあ、バルト三国とそれからポーランドに来たんですが、最初にヘルシンキに着いたんですね。まあ、ヘルシンキといえばですね、僕はもう非常に思い出があるところであります。ヘルシンキ大学で、タンクリストというヘルシンキ大学の先生と一緒に物理学の研究をやってたんですよね。まあ、ずいぶん前の話で、ちょっと彼とヘルシンキせっかく行くんだから会ってこようかなと思ったんですが、調べてもなかなか出てこない。なんだろうね。ですけども、調べてるうちにですね、いろんな、かつて私が書いた物理の論文がいっぱい出てきて、今でもいろいろ引用されてるみたいで、物理から、この他の物理やめちゃったのが本当によかったのかなっていうね、今思ったりするんですが、その話は別としてですね、ヘルシンキからこんなフェリーを使ってですね、エストニアのタリンというところに行ったわけです。で、このエストニア、ラトビア、リトアニアという小さなバルト三国、これはですね、やはり、小さな国っていうのは結局占領されるんですね。ロシアに占領されたり、そしてドイツに占領されたり、またソ連に占領されたりね、その度に大虐殺されて、悲しい歴史をいろいろ聞かされたんですけども、それでもやはり自分たちの国、これを独立させようという努力、これをやってるんですね。1989年にこういうふうに、人の鎖ということで、人間の暮らし鎖、みんなが手をつないだんですね。で、独立したいっていう宣言です。三国の首都を600キロの、日本でいえば東京から兵庫あたりまでですが、これをずらりと200万人の人が手を結んで、さあ独立だっていうことですね。独立運動を始めた。そして、結局その三国、まもなく独立することができた、おめでとうっていうことですね。ソ連から独立しました。で、エストニア、綺麗な街です。こんな感じ。リトアニアも綺麗な街ですね。いろいろ見学しまして、最後にポーランドに行ったんですが、ポーランドというとですね、私、物理学を研究している35年前なんですが、研究発表で、国際会議ありましたから行ったんですね、ポーランドに。クラクフという、その近くのザクパネっていうところで、ゲストハウスで、何日か、展示、10日間ぐらいだったかもしれません、研究発表しました会がありまして、で、当時は共産主義国だったんですね。ですから、政府の経済政策、これの失敗でですね、借金だらけになったと、ね、今の日本の借金と全然意味が違うんですよ。どうして借金だらけになったかというと、要するに働いても働く、一生懸命働いても一生懸命働かなくても給料同じなんですね。そういう社会にしてしまうと、働かない方が得だと、ね、真面目に働かない方が得だということで、いい製品ができないわけです。西側は必死になっていい製品を作って、いい製品を作れば儲かるということですから、一生懸命作る。東側はそういう努力をしてない。そうするとね、やっぱり西側の方が勝っちゃうんです、製品の競争で。そうすると西側にはいっぱい欲しいものがあるから輸入するわけですよね。どうしても輸入せざるを得ないものもたくさんある。ところが東側のものは、ろくなものないからって、ね、買ってくれないんですよ。ということで借金だらけになった。ね。輸入するものはいっぱいあるけど、輸出するものはない。ってことだよ。当然、借金だらけになった。貧しくなった。その結果ですね、
極度の物不足になったね、闇市が起こしたと。で私も行きましたけど、まあ、商品の商店行ってもですね、やはり棚に何にもない、食料品がない、でずらっと食料品を求めるための列が、だからずっと待ってやっと、うん、パン一切れ手に入れることができるとかいうひどい物不足だったんですね。ということで物の取り合い、まあ、そういう状況ですから、やはり非常に高いインフレ率になっていましたね。こういう時ですよ、本当に激しいインフレ、あるいはハイパーインフレ起きるのは。で物がないですから、あるいはもう飢え死にする人がいるかもしれないということですね。物がないからこんな国やってられないというんで、もう大量に難民となって国に外に出ていく、ね、他の国に流れていくという、そういう状態の時が高いインフレ率になる、ね、日本がですね、今例えば政府がお金吸ってそして景気対策をやったところでですね、こういうああいう状態にならないですよね。いっぱいもうスーパーにはいっぱい並んでるし、まあ、言ってみれば100円ショップもね、あるいはホームセンターにもデパートにももういっぱいものがある、こういうその物不足になるかというとね、もう各家庭にもいっぱいものがありますよ、ね、だから物不足になりようがない。政府は安心してですね、減税なり、あるいは歳出拡大、これやればいいんですよ、ね、そうすればもう生産力があり余っているだけど需要が足りないというのでデフレになるわけですから、だからもう遠慮せずにやればいいです。こういう状態に絶対にならないですね。日本中物が溢れている各家庭の中にも物が溢れているわけですから、ということをつくづく感じながらポーランドの街を見学し、まあ、その後ですね、1989年に民主国家になった自由主義、いいですよ。どこが違うかというとですね、やはり当時ね、まあ、安い労働力はいっぱいあった、物はない、こういう時はですね、西側からいっぱい企業がバンバン入ってきて、その安い労働力を使ってで製品をいっぱい作るというね、そうすると外貨が入ってくるわけですよ。で物が次第に、まあ、溢れるようになると言いますかね、出回るようになると。今は、まあ、確かにポーランドとかね、バルト三国そんな豊かな国ではありませんが、物不足は完璧に解消していてね、スーパーに行ってもいっぱい物が買えるという状態。まあ本当一見した感じではもう日本と変わらないというような感じも受ける場合が、まあ物価はまだ安いですよ。まあ売るものはそんなにね、西側よりもはるかに勝つようなものじゃなくて、やっぱり安い労働力を使っていろいろなものを作っているというところですから、まあそういうレベルではありますが、まあ物は溢れてきたと、ね、スーパーには物がいっぱい並んでいるという状況になってきたということで、まあですから北朝鮮だったらでも核を廃棄して、そしてもう自由主義国になればあっという間に企業がいっぱい西側から入ってきて豊かな国になってきますよ。で、日本の課題、これはハイパーインフレを恐れるなとなるわけがない。もう家庭の中にもある商店にももういっぱい物が溢れてまして、しかも外貨がいっぱいある、ね、やはり対外純資産、それ世界一ですから、世界一豊かな国ですから、物不足、ハイパーインフレ、ね、激しいインフレなるわけがないから、もう財政規律くそくらいでどんどん景気対策をやれば日本は豊かになる。
こういうのをしみじみ思ったのがポーランドの滞在でしたね。で、とですね、この話題は後にしよう。これやるのかな。あ、ですね、これやったことやってない。まあ、私は、ソフトウェア、教育用のソフトウェアを長年作ってきたんですけども、ですから日本の教育制度に非常に興味を持っていると。で、日本の教育制度っていうのは平等が原則なんですね。ですからエコひいきしない、この子には手厚く指導し、この子にはそんなに、それほどやらないとかいう差別しちゃいけないという原則がありまして、同じようにどの子に対しても同じように教育する、こういう原則があるんですね。で、それが障害になることもあるというんですね。例えばですね、みんな同じレベルとは限らないわけです。で、2015年7月に、ま、小学校2年の高橋君という人なんですけども、数学検定準1級に合格したと。これ受験したのがもう小学校1年の時ということは、みんなが服とかね、そういうのを勉強している時に、彼はもう自分は高校3年生のレベル優に、取り越して、もう大学でも受かるようなそのくらいのレベルに達しちゃったんですね。で、今その3年後なんですが、ですから彼は今小学5年になったんですね。で、さあどうしてるのかなというのでちょっと調べてみましたらですね、まあその間、まあ、大学の数学なんて勉強したんでしょうけども、さらにですね、今やってるのはもう最先端の数学の研究をやってますね。ということでですね、この飯塚茂っていう教授なんですが、まあ大数機科のリーダーとして世界的に有名な数学者というんですけど、この人とも共同研究してるみたいで、ですからこの飯坂先生が書いた、まあ、オイラーをモデルにする数論研究というこの本に、まあ、特集だから、高橋少年のですね、小学校の高橋少年の研究がまとめられてる。ですからもうこのトップレベルの数学の研究を次々と行っていて、その研究がまとめられているんですね。で、またその数学の研究者が集まる研究会が今週あるんですが、その研究者は各大学から聞いて発表するんですけども、その中に池の上小学校5年生の高橋少年がですね、それに、並んで、講演を行うというね、このくらいのスーパー小学生ですね。こういう人がいる、ね、例えばですね、そういう人に小学校の算数なんか教えても全く問題、もう意味がない、もう小学校にいる意味すらなくて、もう本当大学の研究室に入ればバンバン世界的な研究をやってくれるんじゃないか、もしかしたらこれは、まあ、歴史に残る大数学者になるんじゃないかというふうに期待してるんですが、やはりですね、数学のレベル、算数のレベルも、もうこんなに違うわけですよね、人によって。ですからできる人には本当その特別な教育をしなきゃいけない。例えば人工知能の研究なんかもですね、この誰でもできるっていうわけじゃないですね。だからそういうのが得意な人と得、まあ、下手な人とその差が、まあ、極端なんですね。ですからやはり特別な教育をした方がいい、ね、今例えば2年後のオリンピック、東京オリンピックに備えて特別に強化してますよね。国立の北区にあるんですね、国立のその特別なトレーニングセンターがあるんですよ。で、そういうところでエリートのアスリートを集めて特訓をやってる。だから
ですね、やはり学問の分野でも各分野特別な能力を持っている人がたくさんいますから、そういう人に特訓を行って、そして日本のリーダーを、日本経済を引っ張ってくれる、そういう人を育てなきゃいけないというふうに私は思います。で、他の国は飛び級を認めて、ね、このくらいのレベルだったらもうとんでもいいやというような、本当に優秀な人に対してはね、ポン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 、先へ先へとやる、そういう教育っていうのも必要だと思うんですね。まあ、私もね、カリフォルニア大学で教えてましたけども、まあ、例えばこの教科で、まあ、優秀な成績を収めれば、それに関連したもう この教科はもう飛ばしてもいいよというようなシステムがあるんですね。だからそういうね、その何もかにもゼロからきっちり教えなきゃいけないんじゃなくて、まあ、これで優秀な成績取ったら、その基礎となるようなやつはもうどうせ理解したものとみなしてポンポン飛んでいくと、そういう教育ね。そしてその特別に才能あると認めれば、その才能を伸ばすような教育も必要なんじゃないかなというふうに思います。デフレが続く日本経済ですけども、どうやってこれを回復させ、そして日本の借金をどうやって返していくか、これは私が考えるに、やはりちゃんとした論理的な分析をもとに提案をしていく、政策を実行していくしかないと思っています。その方針で、まあ、様々な試みをこれからやっていきたいと思います。